9月2日いよいよ最終日、第43回自治大臣杯争奪モーターボート記念競争優勝戦を迎える。優勝戦出場メンバーは1号艇鈴木幸男選手、2号艇植木道彦選手、3号艇田堂実選手、4号艇秋正人選手、5号艇今村信孝選手、6号艇長峰豊選手、以上の6名である。1番、6番、2番、3番アウト、4番、5番の体形です。スタート3秒前、2秒前、1秒前、今スタートしました。アウト勢は4号艇、5号艇、2艇、コーラッシュ、5コースから4号艇の秋が一気にまくっていく、2コースから2号艇、1コースから1号艇の鈴木が突っ張っていく、2号艇先生、間を割っていった4号艇の秋が抜けたか抜けたか、2号艇、4号艇接戦、アウトコースは2号艇の植木、インコース先行するか、4号艇の秋、さらに後方寄って1号艇、5号艇、3号艇の6号艇が続きまして、今1周にマークの石灰に入るところ、なおスタートは正常、優勝戦スタートは正常でした。今後トップ旋回は4号艇の秋、どうさばく、2号艇の植木が全速突き回っていくか、後からっていく、5号艇、6号艇、それを切り込んだ2号艇でありますが、2号艇、5号艇接着、5号艇の今村交代しまして、2番から2号艇、先頭は3停止から4停止に差をつけまして、4号艇の秋、上位体系、4番、2番、4人体系、3番手で5号艇、今村、さらに後方、6号艇、長峰、1号艇、鈴木、そして3号艇、田野が続きまして、前提が周回する西村の攻防、21番後トップ旋回がもはや安全圏であります、4号艇の秋正人、2番手には2号艇、植木が続く、さあ、2号艇、植木がどこまで追い上げるか、しかし4停止、5停止とセーフティーリードを広げます、4号艇、ベテランの秋、2番手は2号艇、植木、上位体系は4番、2番、4人体系、2周目バックが中間点通過、今、2周目マークの旋回に入りますが、後方を確認したから4号艇の秋が、ここは丁寧にハンドルを入れる、内側から2号艇、植木がズバッと切り込んでいったが、ホームスレッジが入って、モンキーわずかに届かず、2号艇、植木、先頭はいず4号艇の秋、上位体系4番、2番、4人体系、3番手で5号艇、モーラ、さらに後方、6号艇、1号艇、3号艇が続きまして、連艇が最終周回に入ります、残りあと1周600メートル、さあ、3周1マーク、またしても2号艇、植木を確認したから、4号艇の秋が、大事に大事に回っていく、3周1マークをクリアしました、4号艇の秋、2番手、届かずか、2号艇の植木、上位体系は4番、2番、4人体系、先頭は4号艇の秋正人、今年に入って猛威を振るった若手斎藤の嵐にマットをかけたのは栄光の歴史にその刻み続ける円熟と剛腕のマジック、2年ぶり5度目の SC ゲット、田川コンピラ軍団の総帥が瀬戸内戦国大魔神が夏の空に大いなる雄たけびを上げます、先頭は4号艇の秋、2番手は2号艇の秋、後方5号艇、6号艇、3号艇が1号艇が続きまして、ゴールまであと 30m、 先頭4番秋、ゴールに優勝、2番手2番植木、ゴール5番今村信孝、秋正人選手、角5コースからコンマ16のトップスタート、1周1マーク、ベテランの読みが若手の勢いを寄せつけず見事なまくり差しを決め圧勝、モーターボート記念初 V を飾った。